皆さんこんにちは。プリンセスメグの愛称で活躍した元バレーボール選手の栗原めぐみさんをご存知でしょうか。今回はその元バレーボール選手の栗原めぐみさんについてお話しいたします。栗原めぐみさんには今まで逮捕の噂、病気、結婚、彼氏など数々の噂が立っていますが、現在はどのような生活をされているのでしょうか。これらの噂の真相に加えて栗原めぐみさんの現在について調査してきましたのでお話しいたします。まずは栗原めぐみさんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名栗原めぐみ、生年月日1984年7月31日、血液型 B 型、学歴三田尻女子高校、現精英高校、出身広島県佐伯郡野美町、身長187、ポジションアウトサイドヒッター。栗原めぐみさんは広島県佐伯郡野美町、現江田島市出身で、両親と兄弟の4人家族です。小学校4年生の時、父がコーチをしていた鹿川フラワーズでバレーボールを始めました。中学1年の時に身長が176センチメートルを超え、翌年の1998年6月にはバレーが上手くなりたいという気持ちから兵庫県姫路市の大津中学校にバレー留学をしました。大津中の2年後輩には陸上長距離で北京オリンピックに出場した竹澤健介さんがいます。高校は山口県防府市の三田尻女子高校、現精英高校に進学し、1年生の時にインターハイ、国体、春高バレー優勝の高校3冠を経験しました。2001年には全日本代表に初選出され、高校3年時の2002年には日米対抗に出場して代表デビューを果たしました。2003年には V リーグ、プレミアリーグのNEC レッドロケッツに入団し、同年5月のクロワシキ大会では若鷲賞を受賞しました。同年11月のワールドカップでは大山加奈さんと共にメグカナと呼ばれ、全国的な人気を博しました。翌2004年のアテネオリンピックにも出場し5位入賞を果たしました。2006年に2年ぶりに全日本代表に選出されましたが、合宿中の怪我により離脱、約半年間のリハビリ生活を送ることになりました。2008年北京オリンピックでは全日本代表のエースとして5位入賞に貢献しました。栗原さんは家族の中で一番背が高く、父親が182センチメートル、母親が160センチメートル、兄が183センチメートルです。現役時代はパグシュのオスの愛犬プーマを飼っており、合宿や遠征中は実家に預けていました。しかし引退後は保護猫のアメリカンショートヘア2匹を飼うようになりました。三田尻女子校で最初に行った練習は笑う練習で、仲間が素晴らしいプレーをした時に喜びを共有する練習でした。栗原さんは寮の洗面所の鏡で練習していたそうです。栗原さんはルックスが良く人気が高かったため、2004年アテネ五輪前にプリンセスメグという愛称が付けられました。2008年には東京都警視庁の防犯ポスターモデルに協力し、第5回ザ・ビューティー・ウィク・アワードに女優のダンレイさん、タレントの南明奈さんと共に選ばれました。授賞式では4年前から美容師の兄にカラーとカットをしてもらっていることを明かしました。バレーボールで活躍した栗原めぐみさんですが、ここからは栗原めぐみさんについて噂されていることについてお話しいたします。まずは逮捕の噂についてお話しいたします。栗原めぐみさんを検索すると逮捕というワードが出てきます。一体どういうことでしょうか。実際に何か事件を起こしたのかと思われがちですが、事実無根のデマであるとのことです。2012年に同名の人物が生後間もない長男を殺害し逮捕された事件がありました。この事件は生後47日の長男の口を粘着テープで塞ぎ殺害したとのことです。殺害したのは同姓同名の人物で、バレーボール選手の栗原めぐみさんは何の罪状も逮捕歴もありません。ただし名前も年齢も一緒という偶然があったため誤解が生じてしまったと思われます。
続いては病気の噂についてお話しいたします。栗原めぐみさんは現役時代の2016年に脳静脈洞血栓症を発症しました。脳静脈洞血栓症とは、脳から心臓へ戻る血液の流れを妨げる血栓ができる病気で、発症する確率は20万人に1人と言われています。症状が出始めたのは2016年9月下旬、リーグ戦開幕前に激しい頭痛や体調不良になったことがきっかけでした。母親に相談すると、それ脳の病気ではと言われ、恐怖心から病院には行けなかったそうです。その後、体調不良を心配したトレーナーに半強制的に連れられて病院へ行き、脳血栓と診断されました。その後、脳静脈洞血栓症であることが判明しました。診察後、そのまま入院が決まりました。そのまま入院が続いたため、2016-2017シーズンの開幕には間に合わず、前半戦は欠場となりました。後半戦に復帰し、7試合に出場しましたが、思うように体が動かず、2ヶ月のブランクがあったこともあり、成績は3位でした。精神的に追い詰められ、何度も監督に解雇を申し出たという栗原さんでしたが、動けるようになるまでに準備して待っていてくれればいいと監督やチームメイトに引き止められていたそうです。2017年1月には脳血栓を克服し、バレーボール選手として復帰しました。その後は病気の再発もなく、引退まで活躍されましたが、リハビリには苦労されたようです。続いては結婚や彼氏の噂についてお話しいたします。栗原めぐみさんのブログで母親とのツーショット写真を載せていました。その写真の栗原めぐみさんは薬指に指輪をしていたことから、結婚しているのではと噂になったようです。栗原めぐみさんは結婚をしていると公表したことがなく、週刊誌にも報じられたことがないため、指輪の真相については分かりませんが、おそらくファッションではないでしょうか。では彼氏はいるのでしょうか。栗原めぐみさんは俳優の玉木宏さんが好きなタイプだと公言していますが、これも先ほどと同じように公表したことがなく、週刊誌にも報じられたことがないため、彼氏はいなそうです。栗原めぐみさんと佐々木美希さんとの関係も噂されています。佐々木美希さんとは、全日本代表や実業団のパイオニアレッドウィングスで先輩と後輩という関係にありました。栗原めぐみさんと佐々木美希さんの関係については、一部では栗原めぐみさんがパイオニアレッドウィングスに入団したのは佐々木美希さんがいるからや、一緒に入浴して洗いっこをしていた、アテネオリンピックの時にアテネ市街を手をつないで歩いていた、など様々な噂が流れていました。しかし、栗原めぐみさんが現役を引退してからはその噂もなくなってしまったので、デマだったようです。現役引退後はデジタル写真集プリンセスアゲインをリリースしています。自分の写真集が出せるなんて夢のようで、未だに不思議な感じがしています。モデルという職業に憧れがあったので、このような機会をいただけてとても嬉しいですとコメントしていました。健康美容食育指導士やファスティングマイスターの資格を取得したりと、引退後も充実した人生を送っているそうです。栗原めぐみさんは現在独身であり、過去に結婚や子供がいたということはありません。結婚についてはいつかはしたいとの思いを持っていたそうですが、なかなかチャンスが巡ってこず、実現には至っていないそうです。現在は猫との生活を楽しんでいて、SNS にはたびたび猫との写真が投稿されており、その愛らしい姿が多くのファンに喜ばれています。ぜひチェックしてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。